ってない。そういう感じですね。どうぞ。いや。そういうわけで、ありがとうございました。カズチチャンネルへいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。なんか古戦の講座をやろうとしたら、なんか面白いものを見つけたという話を聞いたんですが。ちょっとね、懐かしいもんがあってね。ええ。こういうもんなんですけどね。これ、お金で作ってあるわけ。そうですよね。剣ですよね、それ。そうそう、剣の形にね、ええ。これ、なんでこんなもんがあるかって言ったらね。ええ、そうですね。僕らが古戦初めて、古戦を一生懸命やり出して、ええ10年目ぐらいかな、15年。ある時ね、ええ、今まで手に入らんような古銭がね、やたら目につくようになった。ええ、それは何でか言ったらね、インドネシアのバリ島っていうところでしょ。ほうほうほう。バリ島っていうところにね、古銭がたくさん眠ってた。ええ、眠ってたより、ね、今でもね、ええ、その古銭を使って儀式みたいなことがあるね。ほうほう、宗教的な。で、その時に火の中へバーッとそのお金を皆が投げ入れるようなね、ええ、ことがあってね。ええ、そのために大量のも使わなくなったこういうアナキセンが使われてたわけ。で、それがあってね、たまたまそのある旅行のガイドっていうか、あの添乗員っていうかね、添乗員がバリ島へ旅行にみんな連れて行った時にね、向こうでそういうものがお土産で売ってたわけ、古銭が。で、なんかわからんけども、とにかく、あの1枚10円ぐらいやったからね、で100枚ほど買って帰ってできたらしい。ほうほうほう。ほんでそれをどんなもんかわからんから、その古銭屋のとこへ持って行って、ある一軒の古銭屋へ持って行ったらね、そしたらずーっと見てね、 2,3 枚ね、これだけ3枚ほどで5,000円でいただきますよってね、だ100枚買ってきて1,000円やろ、元が。でそれが5,000円で売れたわけや。ほうほうほう。ほんで後の90何枚はやね、それもひくるめて5,000円と、いやそれでも売ってたわけや、その人は。だけどもこれはもう私とこは不要ですから、いりませんって言って買わなかったわけ、その業者が。ほうほうほう。ほんでそんなん持っててもしょうがないからちゅうので、また別の業者のとこへあと残り持って行ったわけね。そしたらなんとその業者がね、あ、ちょっともあのいいものがないから、まあ全部1枚20円なら買いますって言って。ほうほうほう。また10円で買ってきたものが20円で売れる。そのカスが20円で確実に売れるんやということが分かったわけ。そしたらこれは何枚持って帰ってきても間違いないなと。ほんでええもんが混じってた分だけが儲けやと。しかも交通費いらないし、自分はその添乗員で行くからね、ええ、いらないからっていうんでね。それでその人がせっせとその持って帰ってきたわけや。なるほど。インドネシアってそんなアナキセン作ってたんですか？作ってない。要するに流通してたわけや。例えばどこからの流通ですか？要するにアジアの経済圏は、ええ、中国の影響を受けて、ええ、ベトナムあたりまで向こうはね。でそれはインドネシア、スマトラ、ジャワ、そういうとこ、もちろんそれからあのカンボジアとかタイとか、その辺もみんなそういう中国のお金が流通してた、うん、そんだけ中国の影響力があったんですね。そうそうそう。だから日本も同じことやわな、同じような。そうですね、総選とか、まあ、民選でしたっけ、うん、で日本ではその関営通報の時代には、うん、もう関営通報以外のものを作ったらいかんということで、あのそれからあの銅は進むのは幕府のね、一定の業者がやるということでね、あの禁止されたんやけど、長崎ではね貿易用のお金を作って、それをその貿易用やから日本では使うつもりなのって、うん、で中国やとかへ売ってたわけや。なるほど。でそのお金がインドネシアにも負けたと。そのお金はね、当然日本にはあんまり残ってないからね、結構昔高かったんよ、うん、僕らが例えば1枚一番安いもんで1000円ぐらい、ちょっとしたもんで5000円1万円してたわけ、うん、それがインドネシアでそのバリ島から持って帰った中には何枚でも入ってるわけや。ほうほうほう。そうするとこれは何やっていうことになって、うん、ほんでその人はもちろんバリ島から持って帰ったとは言わへんわな、自分のあのあれやから、だけどだんだんとそれがいつとはなく分かってきたわけやな、だけどその人は物を集めるのにはその自分がちょっと行った時にパッとその買い集めるって言ってもたかが知れてるから言うの で現地人に給料、月なんぼっていう手当を出して、で集めといてもらって、行った時にこんだけ集まってます言うて、あとその業者、その集まってますいう人は警官やったんやけどね、その人はね自分が買い集めるのは不安やから、それからとにかくその業者みんな集めてきて、この人らがみんな持ってる言うて、
ほんで両方からその手数料取ったわけやな。ほうほうほう、うまいことやりますな。うまいことな、その人はね、その月決めのもんもらいながらまだ手数料相手から取っとるわけやな。なるほど、うん、それでたくさん集まるようになって、うん、でまあ毎回3000枚とか5000枚ぐらい持って帰ってくるわけ。10円でも3万円とかですからね。うん、そしたらそれがそうするとそれぐらい持って帰ってくると中に10万とか5万とかで売れるのも当たり前ですね、があるわけや。だからなかなか美味しい商売、っていうんで、せっせと言ってるようになって、みんなもどっから仕入れてるんかなっていうのを探るやん、他の業者も。とどうもバリ島から、あの人はバリ島へしょっちゅうその観光のガイドで行ってるから、そっかららしいっていうことになる。なるほど。でみんなも行くけども、なかなかそのすぐにはその行ってね、集まらへんわけや、その人みたいにちゃんとあのルートがないから。ルートが、そしたらね、だん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 もうその人も邪魔くそになってきたんとね、それから日本へだいぶ来て値段が下がってきたわけや。まあ増えてきたからね、それからね、その自分が開発したルートをね、の権利を全部譲るからって言うてね、で他の業者誘ってね、で私と一緒にそれ買うてくれるんやったら私が案内してその業者やらみんな紹介するから言うて、で一緒にバリまで飛行機で行ったわけ、二人、でその時に二人とも100万ずつお金持って行ってね、で向こうで100万円分買うてくると。200万ですね、じゃあいろんなもの、っていうことで、まあその古銭だけやなしにいろんなお土産やらなんやらまあ使って100万。ほんでその人が言うのにはね、私はしょっちゅう来てるからね、まああんまりしょっちゅう来てるから、税関にマークされてるかもしれんと。ああ、そうでしょうね。ね。そやから悪いけどね、あんた初めてやから絶対大丈夫やからね。あんたが全部私の買うた荷物も持ってくれへんかって言って。あ、なるほど。そしたらどうなったんですか。そしたらまあ、すっと通れるやろからっていうことで、ほんならいいですよ、言ってそいつも企業、持って行ったわけや。ほんだら。そしたら、見事その持たされた人が、税関でちょっとちょっとって言われて、ついてませんがそれは。ほんで、私がちょっとおどおどしてたからかなとか、まあ、ものすごく責任感じるわな。そうですよね。で私もえらいも運が悪かったと、お互いまあ、100万ずつ損したけども、私も損してあんたも損してやから、もうこの際それはもうえらいすんませんな、すんませんなや、な、それでまあ終わったわけ。ほうほう。ほんで半年ぐらいしたらね、その自分が買うたもんぐらい、そのこんなもんがあったで覚えてるもんなんや、割と。まあある程度はね、収集からな、だそれがある時日本でね、古銭屋の店頭に売りに出てたわけ。お、その買ってたやつが、悪いやつですな。ほんでこれ誰から買うたやったら、その人から買うてるわけ。ということはその警官と締め合わせ合わせた。そうだから警官やら、そう税関の人間やら皆ぐるでね、それで結局いっぱいはめたって。それひどいな。というかね、その古銭ってね、持ち運び持ち出しって OK なんですか。でその時に、そういうな持ち出しが結局多くなってきたんで、ほんで税関でも、古銭の持ち出しは禁止ということになったわけや。それが何十年ぐらい前ですかね。30年ぐらい。あ、そのくらいに決まったんですね、あんまりやるやつが多いんで、ほんでその時にね、そしたらみんないろんなこと考えるもんでね、こういう、最初はね、これは刀の格好やけどね、人魚さんの格好に人魚の顔を作ってね、綺麗、でそれに 手やら足やらっていう格好で、それを全部古銭でこう胴体やらみんな作ったわけ、でそれに民芸の人魚やと、お土産のピアスみたいにしたんですね、って言うて、それでったら通れるわけや、税関。ああ、そうなんですか。ほんでそのうちその人形を作るのはなかなか難しいわけや、胴体やら手やらって、ほんで考えたのがこれなんですよ。はあ、そうか、全部穴開き線なんですね。穴開き線なんやけども、これで刀の格好ぐらいやったら割と簡単に紐でこないしてくくったら、見た目もかっこいいからね、ほんでお土産の刀だいたいいくらぐらいあるんです、これ全部で。これでだいたい100枚ぐらい。ああ、なるほど、銭じゃないけど刀として輸入させたわけか。そう、つまり密輸品ですね、これは。それは密輸逃れの品、密輸品ではないわけ、これは正規に、ちゃんと出てくる、まあ、新聞で書くと密輸ハテナみたいになりそうですね。ほんでね、さっきの悪いやつな、これはね、いろんなことやってね、あの辺では極楽鳥って知ってる？極楽鳥っていうフェニックスですか？まだ違う。ものすごい羽の綺麗な鳥があんね、ええ、それはね、向こうではね、持ち出し禁止なんや。お、
あの剥製にしたらタコ売れるわけ、日本なんかで、まさかそれを、ほんでその剥製をね、最初は輸入できたんかな、なんぼか密輸で、まあ、1体2体ぐらいをなんかの他の荷物に隠して持って帰ってきたんけどね、そのうちね、まあすごいこと考えてね、極楽貴重のね羽をね全部抜いてね、バラバラにしてね、そしたら一本ずつやん、それをあの他の荷物 あのパッキンのちょっとずつ入れると、入れて、ほんで2本で組み立て直すっていう、それねゴルゴ触っていいかいつかやってることですわ。ああそう、こうちょっとずつ荷物を入れて、で後で組み立てるみたいな、そんなことしてる人ほんまにいるんですか。その極楽鳥の胴体だけやったらこんなもんやからね、それはそれでね、ピピッと新聞紙かなんかで丸めて包んでね、全部バラバラにして、そうして入れたらね、分からへんちゅうので、いろいろ密輸っていろいろあるんですね。そんなこともやってた。なるえ、小槌さんではないですかね。私ではないです。そうですよね、ただ私もそのやってた人の家まで買いに行きましたよ、いっぺん。いろんなもん、分けてもらいにね。なるほど、まあ、昔の人いろいろ考えますね。そうそう、ほんでその人はね、最後の最後はね、それで結構大きい金作ったわけや。おすごいですな。な、ほんでその金でね、何やったの。何やったんですか。その金で老人ホーム開いて、有料。自分も怖いよ、話やろ。なんか事故起こりそうなんですけど。そういう悪質な人間がね。最後で自分を見てもらうという目的だったかもしれない。どうやら知らんけどね。そんな老人ホーム怖いな。ほんまですよね。ほんま。まあそんな話が。なるほど。まあいろんな。これは古戦のね、収集の昔の、エピソードだね。なるほど。まあ、その話聞いてると、中国の影響力って結構あったんですね。それは中国はね、要するに東洋、あの辺一帯は一つの文化圏やからね、日本も含めてね。そうですね。でね、まあ、いろんな密輸のテクニックがあるんですね。まあ、逃れて言うんだけど、脱法密輸みたいな。脱法やね。脱法輸入みたいな。でそういうのをね、その人がもう自分が大方やめてたから、やめて後に私ら話聞きに行ったからね、そういうのを自慢で話するわけや。なるほど。でも本当かそうか分からないんかな、じゃあ実は。だけども、その実際に騙された方の人も私、知ってるんですか。仲良くなったからね、その人の話聞いたらもうひどいやっちゃった。ひどいやつですな。いうことでね。なるほど。大変ためになりました。ありがとうございます。じゃあ今日は僕が挨拶するんだけど、小槌先生に挨拶してもらいましょうかね。最後、剣を振ってさよならしましょうか。さよなら、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 そういう感じですね。どうぞ。いや。そういうわけで、ありがとうございました。皆さん、密輸はしてはいけませんよ。お疲れ様でした。バイバイ。